はい、よろしくお願いします。今回は中学校2年生の教科書4章テスト対策やっていきます。で、今回は5問やりますので、まず1回ね、ここで動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんないのとか不安なのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回の上にも、まあ、穴埋めのところはですね、実際にあるね、学校の先生が出した問題をそのまま使わせてもらいました。ではそこから行きましょう。じゃあ、あと式、まあ、数とか式を当てはめるんですけど、ちょっと読みますね。一つの頂点から他の各頂点に対角線を引くと、このね、図がね、ほにゃららこの三角形に分けられるので、内角の和はほにゃららかけるほにゃららで計算できるというやつです。まあ、よく教科書とかワークに、まあ、こんなね、ニュアンスのものが載ってたりするんですけど、まずこいつ頂点の数数えると、1,2,3,4,5,6,7 なんで、七角形になっております。で、言われた通り、まあ、どこの頂点からでもいいんですけど、まあ、真上から行きましょうか。こっから対角線引いていきます。で、真横はね、引けないので、こう引いて、ちょっとフリーハンドで許して。こう引いて、まあ、こんな感じですね。で、引くと三角形何個かも数えるだけだね。三角形1,2,3,4,5。5になるので5個。つまり1番の答えは5になります。では、内角の和どうやって求めるかっていうと、もともとね、公式があるんだよね。内角の和っていうのは、180×N-2 と。これ絶対覚えてね。180×N-2。N っていうのは、例えば七角形やったら7が入ります。いい？で、結局これ答えは 180×5 が答えなんです。こうやってね。これが答えになるんですけど、まあこれもそうですね。七角形なんで、7-2すると 180×5 になります。で、一応、なんでこの公式が使えるのかっていうのを理解させるための、まあ多分そのね、趣旨がある問題だと思うんですけど、今、内角の和をね、これ全部出したいんですが、ちょっと色変えようか。今、ちょっと見にくいかもしんないんだけど、三角形、ここ、三つ分内角ですよね。これ180度。三角形1個180だから。それが、今1個分。で、これ2個分ね。3個分。4個分。5個分って。で、全部つなげると、ここちょっとバラバラになっちゃったけど、つながって、ここ OK、ここつながって、つながって、つながって、つながって OK だから、七角形の外全部内角満たしてるんだよね。で、三角形が5個あるから、つまり 180×5 で求められるよっていう。で、それを公式にしたのが N-2 になってるよっていうだけの話なんですけど、まあ、ぜひね、この公式だけ覚えるのも別にいいんですが、なんでこれになるのかっていうところも理解しておくと、学校の定期テストとかで、まあ、ちょっと別のね、出題のされ方をしても対応できると思うんでね、やってみてください。で、下は普通に角度を求める問題なので、まあ、これに関してはね、もう公式使ってガンガン解いていきましょう。じゃあ3番。ちょっと、十二角形ね。十二角形の内角の和を求めます。で、内角の和。を言われたらもうこれを使ってください。だから、180×、で、12角形。この12が N ね。で、公式通り、括弧12-2って書いても全然いいんですけど、12-2が10になるのは暗算できると思いますので、入れちゃいましょう。で、かける10っていうのは0を1個増やすことになるから、暗算で1800。どっと。これで終了です。いいね。内角の和って言われたら、あの公式で倒してしまってください。で、次が一つの内角ですね。4番。で、一つの内角の求め方っていうのは、これアプローチの仕方が2個あります。解き方が主にね、2個あるんですけど、今のこれを使っていくんだったら、まず内角の和を出してください。いい？ちょっと省略でいい？内角の和。ちょっと内輪になっちゃうけど。許して。内角の和を出します。そうすると、まあ、九角形なので、さっきと同じのであれば、180×9-7 で、9-2で7になります。で、これやると、1260か。こうなりますよね。合ってるよね。大丈夫だね。
で、内角のは全部で1260度ってことが分かりました。全部でね。で、今一つの内角っていうのはちょっと正九角形ちょっと書けないんで無理なんだけど、例えば正三角形が許してあるとするでしょ。で、正三角形の一つの内角の大きさって言われたら一つ分のここです。これいくつって言われてる。で、同じ風に考えていくと、三角形ね、正三角形ね、正三角形の内角の和全部は180度なの。全部でね。で、それを正三角形だから3箇所全部同じ角度です。当然全部同じだから180を3で分ければ、3つでね、分ければ1個1つの内角の大きさを求めることができます。だから同じ風に行くと全部で1260度なんだよね。で、それを9個角度があるから、頂点がね、9個あるから、それを9で割ったらいいじゃんって、こういう風に求めていきます。うん、ちょっと喉がおかしいね、ごめんね。で、割っていくと140度か。だから一つの内角の大きさ140度と、これで終了となります。で、もう一個のアプローチの仕方は5番を終わった後に言うので、ちょっとお待ちください。個人的にはそっちも好きなんだけどね、解き方早いからさ、すぐ終わる。で、最後は一つの外角の大きさです。ちょっと番号飛んでごめんな。で、外角については、本編のね、動画の方もぜひ見てほしいんですけど、外角っていうのは楽で、外角の和ね、外角の和、外の和ね、は絶対に360度になります。これは正三角形だろうが、まあね、南角形だろうが、全部外角の和ね、和は360度って決まってるの。つまりさっきと同じようなイメージでやると、ちょっと外角の和でいい、外はね、これは360度固定です。だから、それを今回正二十角形でしょ、20個頂点があるから、つまり外角も20個ある、つまり360を20個で分ければいいからって計算すると、これ18度、これが一つの外角の大きさの求め方になります。何が楽かって、外角ってその外角の和が固定されてるから出さなくていいのね、一回一回。だから楽なん、分けちゃえばいいじゃんっつって。で、さっきその4番のもう一個のアプローチの仕方なんですけど、今一つの内角の大きさ出したいからさ、なんかストレートで行くんだったら、内角の話をしてるから内角の和を求めてから割ろうぜみたいな風に全然構わないんですけど、これあえて外角から攻める方法があって、4番ね、ちょっとおまけって書いておこうか、おまけね、あえて外角の和から攻める。で、外角の和は正九角形も正二十角形も絶対360度だから、じゃあ一つの外角ちょっと求めてみようと。内角の話をしてるんだけどね、上と上と同じような感じで、求め方は360÷9角形だから9個ね、あるからさ、9で割りますと。そうするとこれ40になります。つまり一つの外角の大きさが40度なんですよ。で、もちろんね、正九角形書けないんですけど、まあこんな感じできっとなってるわけですよ。こういう風にとか繋がっていくわけ、こんな感じでね、なった時に、一つの外角っていうのは、そのね、角度があった時の外の角度、ここが40度の一つの外角で、今一つの内角求めたいでしょ。一つの内角っていうのは当然外角の隣です。内角で、内角と外角を足したら180度だから、一直線になるからさ、つまり一つの外角40度って分かったら、あ、お隣さんねって、180から40引けば、あ、140じゃんっていう風にやることもできますので、自分は結構こっちが好きなんですけど、やるとしてはいいかな。でも、できればね、両方のアプローチを知っておくといろんな場面で使い分けられるので、ぜひね、覚えておいてください。これおまけだからカッコしとこうか、早くしたら分かりにくいもんね。はい、といった感じです。では今回は中学校2年生の教科書4章テスト対策やらせていただきました。今回もね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。では引き続きね、次回もテスト対策取っていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。